はい。今回は愛されない人の最大の誤りということで、まあ最大の誤りっていうほどでもないんですけども、えこれを把握して直していかない限りは、まあ愛される、愛するっていう関係 ですよねまあ、人間関係において信頼し合うっていうのはすごく大事なんですけど、まあ、この信頼できる信頼しているっていう状態が、まあ、愛している愛されている状態だなというふうに僕は考えているんですけど、まあ、その関係を築いていけない、えー、思考の癖とか、まあ、そういったものがあるので今回はそちらを、ね、紹介していこうかなというふうに思いますこのチャンネルではそういったコミュニケーションとかね生き方考え方とかそういった部分を主に解説しているチャンネルなのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますということで今回も内容に入っていきましょうまず もう結論なんですけど愛されない人が一番ね何ができていないのかっていうとこれは自分を愛することができていないんですよねまあ僕もこれいろんなねあの動画で話しているんですけど本当にね自分のことを愛することができていない自分に自信を持てていない自分のにパッションを持てていない人っていうのは総じて人を愛することができないし自分を愛してもらうことができないんですねで自分に自信がないから人が愛情を注いでくれたりとかってしてもそれを受け取れないんですよ素直に 受け取れないんんでですすね何かか裏があるはずだとかと思っちゃうんですよ自分なんかに優しくする人には裏があるはずだと思っちゃうんですねこういったあの思考なんですよ基本的に人のことを信じられない人っていうのは自分のことを信じられてないんですねこの人が自分に対してそんないいことしてくれるわけないじゃんと思ってるんですよだから人の愛情も受け取れないし人が素直に褒めてくれてるのにそれを受け取れなかったりするんですねで受け取れなないいかからどううるかっていうと 人の行為を受け取らない。で、人の行為を受け取らなかったら、相手からしたら、え、せっかくあげたのに受け取ってくれないのってなっちゃう。すると、循環が起きないんですよ。その信頼の循環が起きなくなっちゃうんですね。 信頼って結構何かプレゼントしました。あ、ありがとう。じゃあ私もで、ね、何かをご飯をおごりましたとかって言って、そうやってこう循環していくことによって膨れ上がっていくものなんですね。信頼関係って。だから会うたびに、こうなんか笑顔で話したりだとか、会うたびにこう、あ,あの人とた話してたらすごく楽しかったなっていうこの循環があるから信頼っていうこうどん,どん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 積み重なっていくわけであって、そこで何も起こさなかったらゼロのままなんですね。だからこうやって動くことによって信頼って稼げていくのに、 好意を受け取れない、愛情を受け取れなくなってしまうと、その循環を止めてしまうので、人間関係が悪化するというか、まあ、積み重なっていかなくなっちゃうんですね。ある一定のところから仲良くなれなかったりだとか、ある一定のところまで来ると関係が破綻しちゃったりするのは、そうじて愛す、愛される、その信頼しちゃうっていう関係を築けないっていうことが原因なんですね。でその えー、その愛される愛されない、信頼できる信頼できないの、えー、関係っていうもの、まあ、信頼しやる関係を築けない理由としては自分を愛することができていないっていうのが根源だったりするんですね。で、えー、自分に自信がない人は恋愛にも冷めやすい傾向にあるんですよ。で、これなぜなのかっていうと、相手に幻滅しちゃうからですね。自分に自信がない。こんな自分を好きになっているこの人なんて、 大ししたた男じゃない大した女じゃゃゃなないい女っって思っちゃうんですよこういう,ふうにしやすすいんですねでこうやって自分の感情の高ぶりだけで恋愛をしてしまって自分の感情の高ぶりで人となんかこ成している中ででも自分のことを好きでいるこいつなんてしょうもないよなぁと思っちゃうとその高ぶりの感情がなくなっちゃうんですね。でその高ぶりの感情がなくなっちゃったらあ恋が終わったんだって思っちゃうから。 恋愛を終えてしまうということになってくるわけなんですよね。だから自分に自信がない人っていうのは恋愛も長続きしなかったりだとか、相手のことを本当に信じることができないので、相手を縛ったりだとか、相手に、えー、の何が好きなの私の何が好きなのみたいな感じで、やたらとね、終わりのない問答をしてしまうということですよね。どうが好きなのなんで好きなのみたいな。そういう人いるじゃないですか。<laughs> なんでなのみたいな。<laughs> なんでなのって言ってね、ずっと聞いてくる人っていたりするんですけど、ああいう人っていうのはやっぱ自分に自信を持ていない。 自分を好きで、えー、入れてないっていとうこななんですよねなので人に愛されるためにはまず自分を愛していこうと人を愛そうとかっていうのももちろん大事なんですけど人を愛そうって思ってもなかなか愛せないという人は非常に多いと思うのでその人を愛そうと思っても愛せない信じたいと思っても信じられないという人は 自分をまず信じられていないし、自分を愛していないんですね。だからまずは自分との約束を守るとかね、しっかり自分の約束は守っていくとか、自分のことを好きになれる行動をたくさん取っていくとかね、あのままの自分を切てあげる、なんか自分はこうあらなきゃいけないとかね、こういう風になっていない自分はダメなんだって思うんじゃなくて、そうやって思ってる自分がダメなんだと思ってほしいんですよね。その自分が何かをしたとしても、じゃあ、 今回は仕方なかったから、むついからこういうふうに変えていこうとかって言ってね、自分を前向きに変えていこうとしてたりだとか、自分のことを本当にね、可能性を信じて進もうとしているところに、やっぱり人からの信頼とかっていうのも集まってくるんですね。だからそうやって自分を信頼している、自分を信じている、自分に軸がある、そういったふうに自分の中にたくさんいろんなものを確立していくことでね、人が近づいてきてくれる、自然と人が愛してくれるっていう状態になるし、 そして、それに対して自分も愛を返すことができる。自分のことを信じていたら、自分、信じてる自分が人のことを好きになってるんだから、その人のことも大事にしていこうって思えるようになるので、だからもう最近はもうずっとひたすら言ってることなんですけども、まずは自分を愛していく。自分を認めていく。自分の中に軸を作っていくし、自分の行動との約束を守っていく。これは自分のことを好きになるっていうのはも精神論じゃないんですよ。本当に自分の中の軸として持っておいてほしい。自分がしっかりと 自分のことを容認していく、肯定していく、自分の中に軸を作っていくね。こういったことをどん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 していってほしいなというふうに思います。こういうふうな感じで自分の中に軸があって、自分の中身をどん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 高めようとしてて、マイナスなところよりもプラスなところを伸ばしていこうていうね、思っているような人たちをどん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 増やしていきたいなというふうに思ってて、その人がね、たくさん集まっていったら、自分の周りの人たちとか、 その周りの人たちとか、どん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 笑顔にしていったりとかね、いい環境を築いていけるようなね、輪を作っていけるなって僕は思うんですよね。なのでまあそういった人たちをどん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 増やしていきたいなっていう思いで、僕メールコミュニティやってまして、そのメールコミュニティでは考え方とかね、価値観とか、そういったものを思いね、どん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 解説していってます。なのでぜひね、概要欄に URL 貼ってあるので、プレゼント受け取りっていう URL も、メールコミュニティ参加っていう URL も、どちらもメールコミュニティには参加できるようになっているので、参加してみてほしいなというふうに思います。で、毎日こんな感じで動画もアップしていって、 よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。